つぶらやプロダクション、株式会社、つぶらやプロダクション、つぶらやプロダクション、つぶらやプロダクションズ仕様、LTD は、つぶらやエイジが設立した、日本の独立系映像制作会社。高度な特殊撮影技術を用いた作品を作ることで、知られ、ウルトラシリーズをはじめとする数多くのテレビ番組や、劇場用映画を制作し続けている。つぶプロダクションの作品は、 ウルトラシリーズに代表されるように、クオリティの高い作品が多いが、それゆえに一本あたりの制作費が高くなり、作れば作るほど制作費の赤字がかさむという負の連鎖に長年悩まされていた。やがてこの問題は、つぶらやプロダクションの経営にたびたび大きく影響を及ぼし始めた。つぶらやプロダクションの設立当初は、創業者のつぶらやエイジの出身の映画会社である、 東方との結びつきが強く、つぶらやプロダクションの筆頭株主にもなっており、東方役員が非常勤役員を兼ねたり支配人など、事務系スタッフを出向させていた。また、東方の東京都世田谷区木の田の撮影所近くにある、衣装部の倉庫や東京美術センター、現、東方ビルとの提供を受けたり、東方受注のテレビ映画を孫受け受注するなどしていた。1969年に、 会期大作戦が終了する頃になっても、テレビ局からの新番組の発注はなく、仕事が途絶える。経営に行き詰まった、ぶらやプロダクションは、資金調達のために増資し、筆頭株主の東方はこれを引き受けて、ぶらやプロダクションの60%の株を取得、子会社化した。社長は、ぶらや英二だったが、東方からは7人の役員が派遣されて、 東宝の藤本雅美も代表権を持った。専務取締役は、津村屋さつき、取締役は、津村屋はじめと、有川さだまさが就任した。東宝は、リストラによる、経営再建策で、金城哲夫の所属する企画文芸部を廃止して、約150人いた社員を40人にまで圧縮した。滞っていた業者への支払いや、借金返済についても、親会社となった。 東方の力によって5年間の猶予期間が設けられた。そのおかげで、津村屋プロダクションは制作を継続することができた。1970年1月25日に津村屋栄治が病死し、取締役の津村屋はじめが2代目社長に就任した。津村屋はじめは1973年2月9日に休止し、専務取締役の津村屋さつきが3代目社長に、 就任した。1979年に映画ウルトラマン怪獣大決戦が松竹富士系で大ヒットしたが、これに関してキネマ旬報にライバルの松竹に塩を送った格好の東宝は渋い、顔という内容の記述がある、東宝で配給は断ったという。1983年に津村屋和夫が津村屋プロダクションに入社して営業課長に就任する。 経理は、東方の出向重役が管理しており、代表員も東方が保有していた。これにより、東方のメインバンクであった、三和銀行、現、三菱 UFJ 銀行からの融資も容易になっており、経営難を乗り越えることができていた。つぶらやさつきはこの状況を心よく思っておらず、九百九十二年に TBS へ期限付きで譲渡していた、ウルトラシリーズの販売権や、 窓口県が戻ってくると、これらの権利を担保に得た資金で、津村屋さつきの事実上の個人会社であった、津村屋エンタープライズが、東方の保有する、津村屋プロダクションの株を買い取り、東方との資本関係を解消した。東方の参加を離れた、津村屋プロダクションの株は、津村屋さつきが過半数の株を保有する、津村屋エンタープライズが45.5%。 つぶらやさつき個人が15%を保有した。こうして、つぶらやさつきが株の過半数を握るオーナー社長として、つぶらやプロダクションの経営に当たった。1995年6月11日に、つぶらやさつきが病気により退任し、営業部長のつぶらやかぞうが4代目社長に就任した。21世紀初頭からは、特撮テレビシリーズの本格的再開により、 制作費は増加となった。しかしその一方で大ヒットに恵まれなかったことと、東方からの離反に伴い、かつての後ろ盾であった三和銀行が抜けたために経営基盤が弱体化し、加えて TBS との関係悪化などにより、2007年2月の期決算では売上高約56億円に対して、当期準利益は約4400万円に止まった。 累積赤字の傍聴による倒産を危惧した役員は、津村屋和夫から製作部の津村屋正弘への社長交代を要求し、2003年に津村屋正弘が5代目、社長津村屋和夫が代表権を持つ会長に就任した。さらに津村屋プロダクションを退社していた津村屋明と津村屋秀明が復帰して、一族で経営に当たることになった。 一方で専務取締役の高野孝一は、この過程で、バンダイの乗っ取りに加担する、クーデーを計画したとして、辞表を出すように要求されて、ぶらやプロダクションを去る事態になった。2004年に、ぶらや正弘が、女性社員へのセクハラ問題により辞任し、つぶらや秀明が六代目社長に就任した。経理の正常化を目指したつぶらや秀明もまた、一年後に、 役員会で、解任動議が出されて、過半数の株を持つ会長の津村屋和夫の同意により、解任され、東方不動産の取締役だった、大山茂樹が7代目社長に就任した。しかし、2007年6月の取締役会で、大幅なリストラを主張した大賛を、津村屋和夫が解任し、津村屋和夫が復帰する形で8代目社長に、就任した。つぶらやプロダクションは、 銀行からの融資がストップし、30億円の累積赤字を抱えて、倒産の危機に直面して、2007年10月に、非常勤取締役の森島常幸の紹介により、CM 映像のコンテンツ制作などを手掛ける映像会社の著から当面の資金繰りのため、数千万円の融資を受けた。しかし、それを返済できず、担保となっていた。 つぶらやエンタープライズの過半数の株をーが取得した。さらにチョが第三者割当増資で取得した株と合わせて、つぶらやエンタープライズの筆頭株主80、80%を保有となった。また、つぶらやズオが当時保有していた、つぶらやプロダクションの株の22.5%を、つぶらやエンタープライズに譲渡することにより、つぶらやエンタープライズにおける。 つぶらやプロダクションの株保有比率を45.5%から68.0%に引き上げた。これらのプロセスを経て、つぶらやプロダクションの経営権は、著が取得して、著のグループ入りした。つぶらや和夫は社長を解任され、森島恒幸が9代目社長に就任した。著の経営参画後は、つぶらや和夫が、つぶらやプロダクションと、 つぶらやエンタープライズの取締役会長として残ったものの、つぶらやプロダクションの設立以来続いてきた、設立者一族のつぶらや家による同族経営に止め府が打たれることとなった。著による内部的な組織改革などが進み、これらと並行して、つぶらやプロダクションとは、ウルトラシリーズで強い縁を持つバンダイナムコグループが資本参加した。 2008年1月21日に、著は、持ち株のうち33.4%を、バンダイナムコグループの子会社であるバンダイに、譲渡売却した。同年に、森島恒幸が辞任して、政策統括の大岡新一が10代目社長に、就任した。2009年7月には、さらなる株式譲渡が行われており、現在のバンダイ持ち株比率は49%、 バンダイナムコグループのつぶらやプロダクションにおける経営発言力は増加している。この間に、つぶらや和夫は会長から名誉会長へ退き、その名誉職も2009年に退任となり、これで、つぶらや家はつぶらやプロダクションの経営から一切排除されることとなった。2010年4月2日に、著は保有する51%の株すべてを、 パチンコの開発販売会社のフィールズに売却し、つぶらやプロダクションはフィールズの子会社となった。2000年代後半からエイプリルフールになるとインターネットで手の込んだネタを発表していた。これらのネタは、つぶらやプロダクション公式サイト、つぶらやステーションを運営するサイバーエーデン、谷英二のひまごにあたるつぶらや傭兵が所属する会社が企画して、 最後につぶらやプロダクションが監修するという形を取っていた。2011年は東北地方太平洋沖地震東日本大震災への配慮からこの企画は行われず代わりにウルトラ5つの近い2011を YouTube で配信した。2012年イベントに携わっていたつぶらや洋平が転職したことを機に行われないことをツイッターで敬意と共に告知。 以降は行われていない。これまで発表された主なネタは下記の通り、2010年と2013年の2度に、渡りインターネットで歴代キャラクターの人気投票を実施している。つぶらやひろしをマネジメントする目的で設置された。また、つぶらやひろしが他社へ移籍した後も所属タレントのマネジメントを行っていた。慢性的な赤字体質を脱却できず、 経営改革に伴い、2007年10月31日をもって閉鎖。所属タレントとスタッフの大半は、つぶらやミュージックの新会社の T ・ M ラブに移籍した。なお、T ・ M ラブは2013年11月をもって、所属アーティストと所属タレントのマネジメント業務を終了。所属タレントの大半は新たに設立した芸能事務所のビフに移籍した。 東京都世田谷区木の田に存在した、つぶら屋プロダクションの初代社屋。もともとは、東方スタジオで、京都衣装、現、東方コスチュームの衣装倉庫として使用されていた、施設であり1964年に、東方が、資本参加したにつぶら屋プロダクションを得て影響。京都衣装以前は、医療関係の建物であったとされる。2005年の本社移転により、名称を、 キヌタデジタルシンフォニーとして CG 部門の編集スタジオとして使用されていたが2008年に解体。怪獣ブースカに登場した対策発明研究所やウルトラセブン第8話に登場した警察署などはキヌタ社屋の建物を使用して撮影されている。つぶらやプロダクションの制作以外の作品では有限実行3姉妹、シュシュトリアン第40話でキヌタ社屋が ロケ地の一つとしてて使用されている。東京都世田谷区絹田社屋2階に存在したヒーローと怪獣の着ぐるみを保管する倉庫当初は着ぐるみに特化していたわけではなくミニチュアなども保管されていた2005年の本社移転に伴い収蔵物の多くも新社屋に移されてその後着ぐるみや小道具などの一部を陳列した展示スペースとして不定期に一般公開していた 2008年のキヌタ社屋の閉鎖により、倉庫も解体されたが、京都衣装、現、東方コスチュームの時代から存在した衣装整理用の札が貼られた柱の一部は、つぶらやプロダクションで保管されている。怪獣倉庫が、ウルトラファイト第196話や、ウルトラマンマックス第24話などの撮影に、使用されている。2009年まで存在した、東方の撮影所の一つ。 つぶらやプロダクションの所有施設ではないが、ウルトラ級以来多くの作品が撮影されて、つぶらやプロダクションの出資により改築も行われるなど、関係性は深かった。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。